さかこんなものがな。幸運だな、確かに。この文書は、ヤブ大名が武器輸送に関わっていることを証明する。さらに、もう二度と聞くことはないと思っていた名前があった。まだしてるか？ん？先生！おお、ハヤト殿。加わってくれると決めたか？なんというかな。上様は気前がいいんでね。これを見てくれ。この文書に、タクマ殿についてのことが記されている。タクマ、待て、あの大阪城で助けてくれた社主のじいさん、大砲で死んだかと思っていた。どうやら生きているらしい。文書によれば、ヤブ大名の下で捕らえられている。鶴山にある古い寺院だ。今井町からは相当遠くないな。確かに。その寺院はもともとは違法武器の輸送で使われておったと疑っておる。タクマって借りのある人だ。拙者はすぐに鶴山に向かおう。俺たちはどうすればいい？ヤブ大名との対立はさらにありえそうになった。情報を集めてすぐさま行動を起こすべきだ。寺での助けは欲しくないのか？心配はいらぬ、隼人殿。拙者の昔からの付き合いのある方と向かう。ところで、ユキ殿がお主から指導を受けられるようにすると約束をしておる。待て、なんだって？二人でヤブ大名の御殿へ偵察に行ってもらう。卓上に指示は残しておいた。見つけられるものはすべて見つけて、拙者の帰りを待たれよ。会うって言ってたのは誰かしら？まあすぐにわかるだろう。とにかくヤブの御殿がどこにあるか確認しよう。はい、先生。私が先に着いてしまったか？もしかして連絡が届いていないのだろうか？ごきげんよう、無限様。おお、愛子殿。この人里離れた山の中、そなたのような美女にお目にかかれるとは、なんたる幸福か。あら、無限様ったら。そんなこと言うためにここまでいらしたのかしら？そうだとよかったのですが、拙者より先に来ていたようですな。何か気づいたことは？おしゃべりな見張りがいるわ。滝のそばに捕らえ人がいると。拓磨殿に違いない。いかがしましょうか？寺に仕える女たちがいるわ。服をいただいて成りすましましょう。そうすれば自由に動けて金を鳴らせるわ。紛れ込むと、なんと美しい計画。拙者が見初めたそなたの魅力の一つだ。いいでしょう。タクマ殿のところに着いたら隠れて、誰か来る。失態を埋め合わせてくれるかの？よい、ヤブ様、僧の仕事を増やしております。タクマも同様です。ことはすぐ終わる。老人はすぐ不要になる。山から
逃げ出さぬようにしておけ。仰せのままに、ヤブ様。時間通り輸送を行え。これ以上の遅れは許さん。ヤブ大名、近いうちにまた会うであろう。今は琢磨殿の解放が先だ。そうね、始めましょう。違う経路にしろ。疑惑は命をもってお守りせねばならない。まずは変装が必要ね。そうだな。変装がないわよ。何も着ないわけにはいかないわ。しっかり見張る人たちようね。終わらせてみせる。まずは変装が特別な粉よ。疑惑は命をもって
最も優雅な小道具ね。拙者の役目は明確だ。変装がないわよ。かんざしよ。特別な粉よ。しっかり見張る人たちようね。準備はできておる。任務のためだ。忍耐だ。いい酒だ。もったいないな。一杯どうだ、友よ。刀を使うとしよう。任務のために死んでもらう。向かっている。上様のための刃だ。最後はあっけなかったな。そこにいよう。失敗はせぬ。物刀を休ませておこう。京都につかねばならぬ。ああ、分かってる。それで大丈夫だ。慎重に進もう。上様のために。やっちまった。京都につかねばならぬ。分かってるだろう。
違う経路にしろ。疑惑は命をもってお守りせねばならない。ければヤブ様がお前の首を取る。忍耐だ。任務のためだ。問答無用。遅れは許さん。一撃。うん。任務のために死んでもらう。かねばならぬ。分かってるだろう。物音を立てずに罰射。見覚えがある。確かにここが武器武装の根源に違いない。門は守りが固いけど、他に道はあるはず。何かないか探しましょう。なら違う経路にしろ。そこにいよう。疑惑は命をもってお守り。上様のために。失敗はせぬ。ああ、拙者たち、おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。命をもってお守りせねばならない。失敗はせぬ。隠れていよう。向かっている。もしできなければヤブ様がお前。今度無用。遅れは許さん。上様のために。このお前、向かっている。疑惑は命をもってお守りせねばならない。上様のために。問答無用。遅れは許さん。京都に着かねばならぬ。隠れていよう。物音を立てずに動こう。なら違う経路にしろ。立ち風、慎重に進む。拙者が最も命を奪えるは。
任務のためだ。向かっている。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。隠れていよう。京都に着かねばならぬ。分かってるだろう。そこにいよう。刀を使うとしよう。違うシエロにしろ。忍耐あるのみだ。気づかれないままで。疑惑は何も着ないわけにはいかない。ねばならない。計画実行中。移動中よ。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。あの獲物は傷つけないように。忍耐こそ最強の武器である。ああ酒だ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。忍耐京都に着かねばならぬ。分かってるだろう。ああ酒だ。隠れていよう。物音を立てずに動こう。会話せぬ。赤い。違う経路にしろ。そしてショーの始まりね。拙者の役目は明確だ。おとりだ。疑惑は命をもってお守りせねばならない。いい酒だ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。早く勝った。最後はあっけなかったな。疑惑は命をもってお守りせねばならない。上様のために。拙者のとっくり。用心深くね。機は熟した。いい酒だ。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。目立たないようにしましょう。気づかれないままで。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。酒だ。そこにいよう。おとりは設置した。問答無用。
そこにいよう。許さん。酒だ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。慎重に進もう。誰かいるのか。最後は開けなかった。経路にしろ。準備はできておる。変装がな最も優雅な小道具で敵の視野に入らないように。疑惑は命をもって終わらせてみせる。拙者の役目は明確だ。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。引退だ。問答無用。遅れは許さん。に着かねばならぬ。分かってるだろう。何事も優美、特別な子なよ。気づかれないまま。計画実行中。疑惑は命をもってショーの始まりね。ならない。忍耐こそ最強の武器である。おとりだ。おとりは設置した。そしてこれには誰も抵抗できまい。柔らかいわ。血も出ないわ。静かな意思表示。ゆっくり眠って。奴が瓶を持ってった。なんだ。幕開けね。あそこだ。俺見たんだ。分かっている。隠れても無駄だ。最強の武器である。ああ、拙者のとっくり。おとりは設置した。準備はさせてみせる。これには誰も抵抗できまい。最強の武器である。共に戦うから強くなれる。向かっている。いい酒だ。時間は無駄にしないわ。これには誰も抵抗できまい。血も出ないわ。いけないわね。ああ移動中よ。奴が瓶を持ってったな。
最強の武器である。木は熟した。目立たないようにしましょう。移動中よ。ショーの始まりね。問答無用、遅れは許さん。違う経路にしろ。まいったな。単なるヘアピンね。優雅な死。疑惑は命をもってお守りせねばならない。計画実行中。優雅な解決法ね。違う経路にしろ。用心深くね。油断してはならぬ。命をもってお守りせねばならない。幕開けね。敵の視野に入らないように。終わらせてみせるわ。気づかれないままね。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。敵の視野に入らないように。密かに。問答無用、遅れは許さん。命を奪う必要はない。ここに着かねばならぬ。分かってるだろう。ああ、これが良い。いい酒だ。なら違う経路にしろ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。ゆっくり眠ってね。後で取り戻すとするか。幕開けね。移動中よ。疑惑は命をもってお守りせねばならない。忍耐あるのみだ。上様のために。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。静けさ、私たちの始まりね。あの獲物は傷つけないように。
無用。遅れは許さん。京都につかねばならぬ。分かってるだろ。忍耐こそ最強の武器である。なら違う経路にしろ。一撃向かっている、幕開けね。抵抗が待っておるぞ。許さねばならぬ。分かってるだろう。上様のための刃、失敗はせぬ。最後はあっけなかった。我が命、上様に捧げようぞ。木は熟した。物音を立てずに動こう。何に襲われたんだ。任務のためだ。今日のところは命は見逃そう。ああ、それで大丈夫だ。隠れていよう。上様のために。ごめんなさい、お手伝いできません。向かっている。あの、すみません、どうか。すみません、気なりなの。慎重に進もう。そこにいよう。大と小。引退だ。
拙者のとっくり一撃。そうだ、ね、参ったな。すみません、どうか。準備が終わった時じゃろう、おそらくな。任務のためだ。上様のために。これが良い。終わらせてみせる。気づかれないままで。移動中よ。敵の視野に入らないように。ショーの始まりね。他の道を探さないと。ショーの始まりね。計画実行中。誰かいるのか。幕開けね。どうしよう。しっかり見張る人たちようね。ショーの始まり。計画実行中。幕開けね。どうしよう。敵の視野に入らないように。抵抗が待っているぞ。
向かっている。任務のためだ。油断してはならぬ。潜入してきます。私がいない間、おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょう。終わらせてみせるわ。ショーの始まりね、荷車、馬車、武器。なんて物騒な場所なの。しっかり見張る人たちようね。特別な粉よ。移動中よ。拙者の役目は明確だ。まあ一旦な。物音を立てずに動こう。慎重に進もう。寺に入ったぞ。状況はいかがです、愛子殿。いろいろ隠されたものがあるわ。過去にいろいろありそうね。記録がないか探してみましょう。無限様らしいことけれど、今は先にすべきことがあるわ。近道を探さねばなるまい。どうしよう。忍耐あるのみだ。最も優雅な小道具ね。密かに。準備はできておる。そこにいよう。失敗はせぬ。忍耐だ。上様のために。どうしよう。鳥だ。向かっている。慎重に進もう。今日は血を流す必要はない。
隊だ。隠れていよう。参ったな。刀を休ませておこう。向かっている。見られないぞ。刀を休ませておこう。失敗は…どこかにはしごはあるか。拙者の役目は明確だ。刀を休ませておこう。すみません。何事も優美敵の視野に入らないように。特別な粉よ。どうしよう。我が命、上様に捧げようぞ。今日のところは命は見逃そう。今日は血を流す必要はない。引退だ。失敗は身を低くした方がよかろう。もっと良い道があるに違いない。そこにいよう。任務のためだ。すみません。助けてくれ。誰かいるのか。すみません。上様のために。これは無駄だ。引退だ。どうしよう。共に戦うから強くなれる。ショーの始まりね、ひそか。周りを見てみましょう。
こっちじゃないわ。で、はっ。命を奪う必要はないわ。参ったな。ハヤト殿にも劣らぬ腕前だ。仲間の忍びのこと、お知り合いになれるのが楽しみだわ。ひょっとしたら彼と互いの技を伝授し合えるやもしれぬな。伊賀の忍び、信濃のくの一、いいやり取りができそうね。計画実行中。幕開けね。気づかれないわ。移動中よ。優雅な解決法ね。そうだな。しっかり見張る人たちようね。終わらせてみせる。しっかり見張る人たちようね。はっ、ひそか。はっ。まいったな。そうだな。終わらせてみせるわ。簡単に隠れられるわ。優雅な。一滴の血。しっかり見張る人たちようね。簡単に隠れられるわ。一滴の血。優雅な解決法ね。最も優雅な鼓動。栄光が待っておるぞ。任務のためだ。隠れていよう。向かっている。
いないな。一杯どうだ、友よ。上様のための刃だ。うん、任すまぬ。失敗はせぬ。刀を休ませておこう。どうしよう。物音を立てずに動こう。上様のために引退だ。そこにいよう。慎重に進もう。今日は血を流す必要はない。向かっている。そこにいよう。慎重に進もう。上様のために。失敗はせぬ。物音を立てずに動こう。任務のためだ。隠れていよう。まいったな。いつでも準備はできているわ。幕開けね。そうだな。計画実行。優雅な着地ね。あ？単なるヘアピンね。機は熟した。一撃。引退だ。いい酒だ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。まいったな。そこにいよう。早く隠れないと。ただのカス。
これが良い。隠れていよう。なんだ、酒かよ。これには誰も抵抗できまい。まいったな。ただのかすり傷だ。刀を使うとしよう。上様のために。どうしよう。
静けさが私たちの味方よ。密かに。参ったな。はっ。気づかれないままね。特別な粉よ。しっかり見張る人たちようね。優雅な解決法ね。準備はできて向かっている。物音を立てずに動こう。一撃。まいったな。最後はあっけなかったな。そこにいよう。拙者のとっくり。どうしよう。隠れていよう。おとりだ。これには誰も抵抗できまい。大と小。攻撃されているぞ。何人たりとも行く。ないな。何事も言う。特別な粉よ。移動中よ。これには誰も抵抗。大と小。向かっている。攻撃されているぞ。ああ、奴が瓶を持ってったな。
な。密かに。あれは何だ。冗談。どう情けだ。上様のために。してはならぬ。終わらせてみせる。拙者の役目は明確だ。刀を休ませておこう。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。簡単に隠れられるわ。周りを見てみましょう。こっちじゃないわ。他の道を探さないと。ショーの始まりね。優雅な着地ね。
計画実行中。気づかれないままで。特別な移動中優雅な解決法ね。ショーの始まりね。しっかり見張る人たちようね。忍耐あるのみだ。物音を立てずに動こう。忍耐だ。上様のために。拙者のとっくり。そこにいよう。隠れていよだ。どうしよう。刀を使うとしよう。そして朝の雪、単なるヘアピンね。移動中よ。油断してはならぬ。いい酒だ。おとりは設置した。助けてくれ。ならぬ。今は優位に立っているわ。気づかれないままで。拙者の役目は明確だ。拙者おとりは設置した。先のために持ち場は離れられ。
機は熟した。向かっている。失敗はせぬ。柔らかいおじぎ、最も優雅な鼓動口表示ね。どうしよう。密かに。抵抗が待っておるぞ。慎重に進もう。音を立てずに動こう。隠れていよう。そこにいよう。まいったな。いい酒だ。見られないようにするのよ。簡単に隠れられるわ。気づかれないままね。我が命、上様に捧げようぞ。任務のためだ。おとりだ。上様に捧げようぞ。ああ酒だ。上様のためにおとりだ。上様に捧げようぞ。ライトショー、今日のところは命は見逃そう。引退だ。愛はせぬ。少し休めるぞ。拙者の役目は明確だ。終わらせてみせる。優雅な解決法ね。計画実行中。こっちじゃないわ。我が命、向かっている。上様に捧げようぞ。任務のためだ。まいったな。失敗はせぬ。上様のために。任務のためだ。ああ、それで大丈夫。時間は無限しない、コーチ。いけないわね。機は熟した。隠れ。あの、
みません。どうか。すみません。物音を立てずに動こう。引退だ。向かっている。死ぬにはちょうどいい日。今日の始まりね。敵の視野に入らないように移動中よ。幕開けね。拙者の役目は明確だ。共に戦うから強くなれる。まいったな。ああ、これが良いよ。今は優位に立っているわ。我が命、慎重に上様に捧げようぞ。何事も優美。単なるヘアピンね。準備はできておる。刀を休ませて。油断してはならぬ。計画実行中、気づかれないままで。なんでか。優雅。忍耐こそ最強の武器である。共に戦うから強くなれる。物音を立てずに動こう。
上様のために。油断してはならぬ。慎重に進もう。引退だ。立ち風。そこにいよう。何人と失敗はせぬ。静けさが計画実行だ。優雅な解決法ね。すみません。ごめんなさい。お手伝いできません。簡単に隠れられるわ。一滴の血、ショーの始まりね。移動中よ。しっかり見張る人たちをね。敵の視野に入らないように。最も優雅な計画実行中。かんざしよ。優雅だし。終わらせてみせるわ。優雅な解決。この試合秘密の道を開くなんて。出るときは気をつけておきましょう。
移動中よ。この女を思う人がいるようね。その服、私にちょうど良さそうね。我が命、上様に捧げようぞ。向かっている。隠れていよう。ああ、拙者のとっくり。ああ、酒だ。おとりは設置した。これには今日は血を流す一杯井戸だ、友よ。身を低くした方がよかろう。向かっている。物音を立てずに動こう。任務のためだ。隠れていよう。向かっている。そこにいよう。上様のために。慎重に進もう。引退だ。拙者のとっくり。もったいないな。これには誰も抵抗できまい。一撃。物音を立てずに動こう。上様のためのこれには誰も抵抗できまい。向かっている。任務引退だ。隠れていよう。え
栄光が待っておるぞ。幕開けね。気づかれないまま血も出ないわ。夢の昔こういうのも。着替えてしまえば、見張りは私に気づかない。計画実行中。袴なんて久しぶりだわ。鐘を鳴らしに行かないと。僧が祈りに行ってしまえば、無限様来られる。密かに会話術ってやつよ。ショーの始まりね。終わらせてみせるわ。敵の視野に入らないように。優雅な解決法ね。移動中よ。気づかれないわ。何重もの壁、門の守り。ここはかつて戦場に使われたのね。武器を作っていても不思議ではないわ。敵の視野に入らないように。単なるヘアピンね。一滴の血。優雅な解決法ね。ショーの始まりね。計画実行中。
幕開けね。簡単に隠れられるわ。優雅だし。移動中よ。終わらせてみせる。密かに。計画実行中。終わらせてみせるわ。幕開けね。道がないの。敵の視野に入らんなるヘアピンね。一滴の血。移動中よ。気づかれないままね。表現力には自信があるの。ショーの始まりね。優雅な解決法ね。金だわ。いつもと違う時間なのに気づかなければいいけれど。移動中よ。密かにかんざしよ。優雅な石。優雅な解決法ね。簡単に隠れられるわ。優雅だし。敵の視野。優雅な解決法ね。簡単に。優雅だし。気づかんざしよ。優雅だし。幕開けね。優雅な解決法ね。単なるヘアピンね。
一滴に。敵の視野に入らないように。結果をお求めになられる。油断してはならぬ。近道を探さねばなるまい。我が命、上様に捧げようために。慎重に進もう。忍耐あるのみだ。終わらせてみせる。バカにしているのか。どうしてそう思うんじゃ。ショーの始まりね。移動中よ。いい加減にしろ。まあ、お主の助言に従うとしよう。簡単に隠れられるわ。密かに。計画実行中。敵の視野に入らないように。結果を求めになられる。ああ、じゃろうな。気づかれないままで。私の言葉が彼らの目を引く。幕開けね。次の出荷はいつだ。ごめんなさい、赤い準備が終わった。そしてご参加と聞くのも恥ずかしいんだけど、用心深くね。ええ、それで会話術ってやつ。ありがとう、さよなら。仕事しないとな。ええ、ショーの始まりね。しているのか。計画実行中。どうしてそう思うんじゃ。抜け穴ね。これは寺の別の場所へとつながるのかしら。いい加減に。面白そうだ。優雅だし。優雅な解決法ね。移動中、万座しよう。できることを言っとるんじゃがな。一滴。忍耐こそ失敗は最強の武器である。向かっている。ヤブ様は結果を求めに。滝だ。タクマ殿が近くにいるはずだ。大阪城での勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわね。その通りである。かの方に礼を言える機会が訪れるとは。助け出し。滝だ。タクマ殿が近くにいるはずだ。大阪城での勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわね。その通りである。かの方に礼を言える機会が訪れるとは。助け出したら二人でお礼をしましょう。準備が終わった時じゃ。向かっている。物音を立てずに動こう。見られないようにするショーの始まりね。この岩は役に立ちそうだ。警戒心の弱い敵に投げつけることもできましょう。興味深い戦略ですこと。ぜひとも詳しくお聞きしたいわ。
こにしているのか。命を奪う必要はないわ。終わらせてみせる。死ぬにはちょうどいい日かもしれない。今日のところは命は見なさい。いい加減にしろ。ファン、お主の助言に従うとしよう。失敗はせぬ。少し休めるぞ。いつでも準備はできているわよ。優雅な解決法ね。言い訳はできぬぞ老人。できる。移動中よ。やっとるんだがな。ひそかに。忍耐こそ最強の武器である。ヤブ様は結果を求めにあられる。ああ、じゃろうな。慎重に進もう。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろう、おそらくな。どうしてそう思うんじゃ。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろう、おそらくな。引退だ。予定よりかかるのか。いい質問じゃろう。そこにいよう。隠れていよう。上様のために。バカにしているのか。どうしてそう思うんじゃ。慎重に進もう。いい加減にしろ。拙者では力が及ばない。言い訳はできねえぞ老人。道は開いたわ。
入り口に戻って無限様が入るお手伝いをしましょう。物音を立てずに動こう。手よりかかるのか。いい質問じゃん。向かっている。失敗はせぬ。物音を立てずに動こう。そこにいよう。任務のためだ。上様のために。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろう。加減にしろ。はあ、お主の助言に従うとしよう。言い訳はできぬぞ、老人。はあ、できることをやっとるんじゃがな。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろう、おそらく。
いい質問だ。ああ、これが良い。時間は無駄にしなせてみせる。ショーの始まりね。見張りの数は僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。無理よ。あの獲物は傷つけないように気づかれない。見張りの数は僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。ゆっくり眠ってね。終わらせてみせ。気づかれないまま。ね、見張りの数は僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。あの獲物は傷つけないように。幕開けね。見張りの数は僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。気づかれないまま。ね、単なるヘアピンね。優雅にし。移動中よ。あの獲物はきっと敵の視野に入らないように。優雅な解決法ね。ショーの始まりね。幕開けね。計画実行中。終わらせてみせるわ。移動中。幕開けね。助けてくれ。移動中よ。下で
ゆっくり眠ってね。敵の視野に入らないように終わらせてみせるわ。気づかれないままね。ショーの始まりね。かんざしよ。優雅な解決法ね。移動中、計画実行中。かんざしよ。一滴の血、終わらせてみせるわ。気づかれない。ショーの始まりね。優雅な解決法ね。敵の視野に入らないように命を奪う必要はないわ。夢の世界が待ってる。我が命、上様に捧げようぞ。慎重に進もう。隠れていよう。任務のためだ。ライトショー、機は熟した。私の言葉が彼らの目を引く。計画実行中。ねえあなた、油断してはならぬ。大と小、慎重に進もう。
断してはならぬ。見られないようにする。表現力には自信があるの。マクはごめんね。なんだ？質問。忍耐いいかある。向かっている。大と小。セリ。忍耐だ。共に戦うから強くなれる。敵の視野に入らないように簡単に隠れられるわ。優雅な解決法ね。慎重に進もう。機は熟した。密かにショーの始まりね。終わらせてみせるわ。単なるヘアピンね。優雅な死。気づかれないままね。これ。幕開けね。血も出ないわ。どこへ行った？敵の視野に入らないように。ショーの始まりね。単なる部屋。優雅な死。血も出ないわ。幕開けね。気づかれないままね。敵の視野に入らないように。計画万座しよう。終わらせてみせるわ。これ敵の視野に入らないように。あの獲物は傷つけないように。これ移動中。ゆっくり眠ってね。移動中よ。血も出ない。夢の世界が待ってる。幕開けね。気づかれない。計画実行中。
ショーの始まりね。終わらせてみせるわ。あの獲物は傷つけた。ゆっくり眠ってね。私の言葉が彼らの目を引くわ。忍耐こそ失敗は最強の武器である。隠れていよう。もっと良い道があるに違いない。いい酒だ。おとりは設置した。今は優位に立っている。ショーの始まりね。優雅な解決法ね。会話術ってやつ。ねえあなた。何かありがとう。でもさよなら。気づかれないままね。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。いつでも準備はできているわ。血も出ないわ。あとで取り戻そうそうか。夢の世界が待ってる。簡単に隠れられるわ。ごめんなさい。できないわ。一滴の。幕開けね。準備はできておる。物音を立てずに動こう。共に戦うから強くなれる。密かに。移動中よ。警官座しよ。優雅なし。気づかれないままね。命を奪う必要はないわ。ゆっくり眠ってね。あの獲物は傷つけないように。密かに終わらせてみせるわ。計画実行中。ショーの始まりね。優雅な解決法ね。
私のごめんなさい。なんだ？こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。ありがとうね。会話術ごめんね。質問いいかしら？栄光が待ってるぞ。任務のためだ。そこにいよう。知らなかったわ。あ、何でしょう。慎重に進もう。もう一つ聞いていい？向かっている。引退だ。刀を休ませておこう。もっと聞かせてよ。ああ、これが良い。何でしょう。簡単に隠れられるか。なん？誰かいるか。一滴の血。移動中よ。まく。気は熟した。上様のために。時間は無駄にしないわ。何に襲われたんだ。そこにいよう。任務のためだ。死ぬにはちょうどいい日かもしれない。優雅な解決法ね。計画実行中。血も出ない。敵の視野に入らないように。移動中よ。ショーの始まりね。気づかれないままで終わらせてみせるわ。墓地のお寺の前の従者の中、こういう場所って落ち着くわ。かんざしよ。優雅だし。幕開けね。敵の視野に入らないように。命を奪う必要はないわ。幕開けね。夢の世界が待ってる。終わらせてみせる。優雅な解決法ね。
ショーの始まりね。気づかれないままで。計画実行中。移動中よ。ショーの始まりね。幕開けね。移動中よ。計画実行中。サムラならこの変装も通用しないわね。バカにしてる。距離を取るわ。どうしてそう思うんじゃ。優雅な解決法ね。お主の助言に従うとしよう。言い訳はできぬぞ、老人。できることをやっとるんじゃがな。敵の視野に入らないように。ヤブ様は柔らかいお時期、静かな意思表示だ。じゃろうな。忍耐あるのみだ。我が命上様に捧げようぞ。物音を立てずに動こう。予定よりかかるのか。
いい質問じゃん。どうしてそう思うんじゃ。目立たないようにし。いい加減にしろ。ファン、お主の助言に従うとする。気づかれない。いい加減にしろ。ファン、お主の助言に従うとしよう。ショーの始まりね。できぬぞ老人。できることをやっとるんじゃがな。ヤブ様は結果を求めになられる。終わらせてみせる。できるものなら。しっかり見張る人たちようね。ヤブ様は結果を求めになられる。だろうな。ショーの始まりね。次の出荷はいつだ。単なるヘアピンの時じゃろう、おそらくな。一滴の血、優雅な解決法ね、幕開けね。予定よりかかるのか。いい質問じゃろ。どうしてそう思うんじゃ。油断してはならぬ。上様のために慎重に進もう。言に従うとしよう。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。失敗はせぬ。
移動中よ。いい加減にしろ。計画実行中。ああ、これが良い。ああ、拙者の得意。失敗はせぬ。隠れていよう。逃げられないぞ。が良い。向かっている。ああ足りないな。慎重に進め。おい、お前。が良い。隠れていよう。いいんだ。足りないな。そこにいよう。言い訳はできねえぞ。物音を立てずに動こう。できることをやっとるんじゃがな。こんなとこに一杯どうだ、友よ。ヤブ様は結果を求める任務のためだ。ああ、じゃろう。風切り。そうだな。ああ、拙者のとっくり。もったいないな。失敗はせぬ。言い訳はできねえぞ、老人。できることをやっとるんじゃがな。一杯どうだ、友よ。様は結果を認められる。ああ、上様のために。はよい。準備が終わったときじゃろう、おそらくな。赤いわ、そして明後日。予定よりかかるのか。ああ、いい質問じゃねえな。終わらせてみせる。何しているのか。どうしてそう思うんじゃ。私の言葉が彼らの最も優雅な小道具で。いい加減にしろ。ひそか。お主の助言に従うとしよう。特別な粉よ。気づかれない。敵の視野に入らないように。老人。できることをやっとるんじゃがな。ヤブ様は結果を求めになられる。幕開けね。優雅な解決法ね。次の出荷はいつだ。
準備が終わった時じゃろ。ショーの始まりね。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろ。おそらくな。ショーの始まりね。敵の視野に入らないように。馬鹿にしているのか。どうしてそう思うんじゃ。簡単に隠れられる。お主の助言に従う。幕開け。終わらせてみせる。言い訳はできぬぞ、老人。油断してはなられ様のために。いうことをやっとるんじゃがな。向かっている。ヤブ様は結果を求め。言い訳はできぬぞ。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。できることをやっとるんじゃがな。何事も優美。移動中よ。計画実行中。ヤブ様は結果をお求めになられる。やろうな。ショーの始まりね。単なるヘアピンね。次の出荷はいつだ。準備が終わったときじゃろう、おそらくな。予定よりかかるのか。いい質問だな。優雅な死。バカにしているのか。計画実行中。どうしてそう。密かに。かんざしよ。一滴の血、移動中よ。気づかれないままね。忍耐こそ最強の武器である。隠れていよう。できることをやっとるんじゃがな。忍耐だ。拙者の役目は明確だ。敵の視野に。移動中よ。バカにしている。優雅な解決。バカにしているのか。どうしてそう思う。移動中よ。
簡単に隠れられるわ。一滴の血、幕開けね。ショーの始まりね。栄光が待っておるぞ。隠れていよう。そこにいよう。上様のために。老人。おい、おい。待っておるぞ。向かっている。任務のためだ。言い訳はできぬぞ、老人。物音を立てずに動こう。できることをやっとるんじゃがな。上様のために。引退だ。和彦。そこにいよう。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろう、おそらくな。隠れていよう。失敗はせぬ。予定よりかかるのか。いい質問じゃ。慎重に進もう。バカにしているのか。向かっている。拙者のとっくり。もったいないな。失敗は一杯井戸だ、友よ。お主の邪気。大と小。何人たりとも生かしておけん。任務のため。言い訳できぬぞ、老人。できることをやっとるんじゃがな。慎重に進もう。引退だ。上様のために。物音を立てずに動こう。次の出荷はいつだ。準備が終わった時じゃろう、おそらくな。大将、一撃。そこにいよう。目のある敵だった。隠れていよう。上様のために。引退だ。そこにいよう。失敗はせぬ。
にしているのか。物音を立てずに動こう。向かっている。いい加減にしろ。慎重に進む。お主の助言に従うとしよう。上様のために。してはならぬ。向かっている。忍耐あるのみだ。物音を立てずに動こう。言い訳はできぬぞ、老人。できることをやっとる。失敗はせぬ。隠れていよう。そこにいよう。慎重に進もう。任務のためだ。上様のために。おとりだ。おとりは設置した。引退だ。向かっている。隠れていよう。これには誰も抵抗できまい。上様のために刀を使うとし。失敗はせぬ。隠れていよう。いい酒だ。おとりは設置した。任務のためだ。これには誰も抵抗できまい。上様のための刃だ。最後はあっけなかったな。物音を立てずに動こう。拙者の役目は明確だ。気づかれないままで。
終わらせてみせる会話術ってやつ。ああ、これが良い。ごめんなさい。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。そうだな。あら、そうなの。あ、なんでしょう。もっと聞かせてよ。慎重に進もう。ああ、避けもったいないな。もう一つ聞いていい？なんだ？おとりは設置した。そこにいよう。もう一つ質問いいかしら。何かご用でも。知らなかったわ。なんだい？おとりだ。ああ、酒だ。それで？今は優位に立てる。ありがとう。油断してはならぬ。辛抱しないとな。もったいないな。酒はやめ。一杯どうだ、友よ。向かっている。見られないようにするのよ。移動中よ。計画実行中。優雅な解決法ね。これが良い。慎重に進もう。物音を立てずに動こう。時じゃろう、おそらく。今は優位に立てる。気づかれないままね。狂言ごめんなさい。なんだ。質問があるの。忍耐こそそこに最強の武器で。忍耐だ。もう一つ聞いていい？なんだ、
ている。いつでも準備はできているわ。単なるヘアピンね。ありがとう。そういえば。なんだ。上様のために。引退だ。知らなかった。立ち風手短にの、時間は無駄にしないわ。単なるヘアペイ、ありがとう。優雅な解決法ね。準備はできておるのためだ。今は幽霊が実行中。敵の視野に入らないように。あの獲物は傷つけないように。ショーの始まりね。ゆっくり眠って。幕開けね。終わらせてみせるわ。計画実行中。視野に入らないように。気づかれないまま血も出ない。計画実行中。ゆっくり眠ってね。ショーの始まりね。優雅な解決法ね。終わらせてみせる。これが良い。物音を立てずに行こう。いい加減にしろ。お主の助言に従うとしよう。言い訳はできぬぞ、老人。引退刀を使うとしよう。やっとるんだがな。名誉と共に死ねたのだ。よく来てくれたわい。そやつとの話は拉致があかんでの。拓磨殿、大城無限にございます。覚えておいででしょうか。忘れるわけもなかろう。若い忍びと共におったの。大阪の包囲戦の時にの。あなたを助けに参った。ヤブ大名がここであなたに武器を作らせていたのですね。わしの知識にさぞかし興味があったようでな。捕らえられた多くの僧は武器作りのいろはを教えねばならんかった。
ヤブ大名にはこの報いを受けてもらおう。話は後にしましょうか。象が参拝を終えて戻ってくるわ。入り口までは距離がある。そうじゃな。お連れの別品さんの言う通りじゃ。ここに来るまでに鶴の像を見とらんか。見つけましたわ。秘密の通路が開くようですわ。やはりそうだったか。そのうちのどれかが山につながっておるはずじゃ。地図に印をつけておこう。用心深く。柔らかいおじぎ、静かな意思表示。遅いの。タクマ殿、その足のことは残念です。まあ、そう言ってくれるな。あの日、死を免れたんじゃ。幸運が微笑んだ後のことに、とやかく言わぬのが賢者である。それにしても、見事な細工の義足ですわ。ご自分で作られたのですか。いかにも、よく働いてくれておる。時々調整はしておるがの。移動中よ。この場所とは永遠におさらばじゃ。お聞きしてもよろしいでしょうか。自由の身となった今、どちらに向かわれるのですか。ヤブ大名の野望に肩入れするつもりなんぞこれっぽっちもなかった。一方でお主たちの手助けなら喜んでしようぞ。ご無理をさせるつもりはありませぬ。無限心配せずとも、適切な道具さえあればわしのような老いぼれでも戦場で十分役に立てるわい。たくま様は多彩なお方ですのね。多彩すぎて厄介事ばかり抱え込んでしまうほどじゃ。それではひとまず陣営に戻り、ヤブ大名討伐について作戦を練りましょうぞ。Thank you.